はい、中本白秋の点字講座100万の美漢字ノートです。今回は千葉県の美しい書き方について説明いたします。まず書いてますね。はい、このように書いてました。では一つ一つ説明していきましょう。千葉県の地って、これはもう当然この右側のリズムをしっかり取ることと、あとこの長さとこの長さ、左の方がちょっと長めに書いた方がいいですね。はという字はですね、まず草冠、当然右側ですから、この点に対して右側のとこから書き始めること、あとこの草冠のこの真ん中が中心ですから、ついのこれを書くときに、この草冠の中心を意識して、例えばまっすぐにこう書きます。そしてこう順々にこの間隔、この辺の間隔に気をつけましょう。あとこの横画だけワンポイントで長くして、あとはあんまり横に広げないように、そうするとこう締まったところと伸びやかなところがうまく、表現されます。検定時はここを気をつけていただくことと、あとこの一画目の縦画、一画目なくて目を描いた後のこの縦画ですね、これを少しこうして下の方を狭くする、こちらは広く、そういう方向に描かれると美しく描きます。あとこれがこうあまり下がらないことですね。以上、千葉県の美しい描き方について説明いたしました。